学校へ行こうの未成年の主張のコーナーに出演をすることになった俺、屋上で一人俺は全校生徒の集まる校庭を見下ろしながら第一声を放つ。この中にションベンをどうしても飲みたい女の子がいる。誰じゃないよ。と全校生徒の声。それは3年4組広瀬すずだ。すずションベン飲ませてくれ。静まり返る学校。そしてすずちゃんの答えは、ごめん、他にションベンあげたい人がいます。絶望的な回答。俺は大泣きしながらその場を後にし、少し離れたところでモニタリングをしていた V6 三宅くんに慰めた。バカじゃないの。エンジェルだな。